シナプス症法は神経細胞のシナプスで放出される様々な神経伝達物質を貯蔵する。放出は電位依存性カルシウムチャンネルによって調節されている。症法は神経細胞間で活動電位を伝播する際に必要不可欠であり、細胞で常に再形成されている。軸作中で様々な症法が保持されている領域は軸作終末である。10分間。 0.2Hz の刺激によって一つの軸索終末あたり最大130個の小法が放出される。人の脳の視覚やではシナプス小法の直径は39.5プラスマイナス5.1ナノメートルである。会話神経細胞の初代培養10日目の強章点、顕微鏡による観察。どちらの図も神経細胞は細胞体と樹状突起のマーカーである。 微小間欠合タンパク質で染色されている。右の図ではシナプス症法が緑色で染色されている。赤色と緑色が重なる場所では黄色に見える。スケールバーは25マイクロメートル。シナプス症法の約40ナノメートルの直径にフィットするタンパク質の数は限られているため、その構成は比較的単純である。生成された症法のタンパク質。 ン脂質の比率は1、3であり、脂質の構成は40%ホスファチジルコリン、32%ホスファチジルエタノールアミン、12%ホスファチジルセリン、5%ホスファチジルイノシトール、10%コレステロールである。シナプス症法には2種類の必須の構成要素が存在する。一つは神経伝達物質の取り込みに関与する。 輸送タンパク質。もう一つは、シナプス症法の液ソサイトーシス、エンドサイトーシス、再生に関与するトラフィッキングタンパク質である。様々な神経伝達物質が症法へ移動する際の量比を下の表に示す。近年、シナプス症法には、トレナ断片、YRNA 断片、ミナを含む低分子 r n a も含まれていることが発見された。 バトラコトキシンなどの一部の神経毒は、シナプス症法を破壊することが知られている。テタヌストキシンは V スネアの一種である、症法結合膜タンパク質に損傷し、ボツリヌストキシンは T スネアと V スネアを損傷することで、シナプス伝達を阻害する。アルファーラトロトキシンと呼ばれる、クモ毒は乳歴心に結合し、症法を損傷することで、 大量の神経伝達物質の放出を引き起こす。神経終末の症法は、放出可能プール、再循環プール、貯蔵プールの3つのプールに分類される。これらのプールは、機能や神経終末での位置によって区別される。放出可能プールは、細胞膜にドッキングしており、刺激によって放出される症法のグループである。放出可能プールは小さく、すぐに枯渇する。 最循環プールは細胞膜に近接しており、中程度の刺激で循環を開始する傾向がある。そのため、症法の放出率は形成率と同程度かより低い。このプールは放出可能プールよりも大きいものの、動き出すにはより長い時間がかかる。貯蔵プールは通常の条件下では放出されない症法を含んでいる。 このプールはガラス状で生育した神経細胞では極めて大きなものとなるが脳組織内の成熟したシナプスでは非常に小さいかもしくは存在しない。シナプス症法サイクルはいくつかの重要な段階に分けられる。まず、シナプス症法の構成要素はキネシンファミリーのメンバーによってシナプスへ輸送される。C エリゴンスではシナプス症法輸送の主要なモータータンパク質は アンクマイナ -104 である。アンクマイナス -16、サンデードライバーなど、他のタンパク質がシナプス商法輸送に利用されるモーターを調節する。証拠も存在する。シナプスに到達すると、シナプス商法には神経伝達物質が詰め込まれる。神経伝達物質の詰め込みは、輸送体とプロトンポンプを必要とする濃度過程である。プロトンポンプは、 電気化学的勾配を形成する a t p ゼである。輸送体は、それぞれの神経伝達物質の種類に対して、選択性を示す。C エリゴンスでは、アンク -17 とアンク -47 がそれぞれ、小胞アセチルコリントランスポーター、小胞ギャバトランスポーターとして同定されている。ローディングが行われたシナプス小胞は、近傍の放出部位にドッキングする必要があるが、 この段階についてはほとんど解明されていない。シナプス症法と放出部位には多くのタンパク質が同定されているが、症法タンパク質と放出部位のタンパク質の間のタンパク質間相互作用の中でドッキング過程を説明できるものはまだ見つかっていない。C エリゴンスでは RAB-3 と文句 -18 の変異体は症法のドッキング、または 放出部位での消法の構成を変化させるが、ドッキングが完全に破壊されるわけではない。現在では、スネアタンパク質もドッキングに関与していると考えられている。シナプス消法がドッキングした後、膜の融合が始まる前にはプライミングが必要である。プライミングは、カルシウムの流入に応答して、迅速に融合することができるよう、シナプス消法が準備をする過程である。プライミングは、 スネア複合体の部分的な組み立てが関与すると考えられている。この過程には、文句13、RIM と RIM 結合タンパク質が参加する。文句13は T スネアであるシンタキシンの閉じたコンフォメーションから開いたコンフォメーションへの変化を促進し、V スネア、T スネア複合体の組み立てを促進すると考えられている。 RIM もプライミングを調節するようであるが、この段階に必須ではない。プライミングされた商法は、細胞質のカルシウム濃度の上昇に応答して、非常に迅速に融合する。融合はスネアによって、直接媒介され、スネアの組み立てによってもたらされるエネルギーによって、駆動されると考えられている。カルシウムを検知してこの段階を開始するのは、 カルシウム結合症法タンパク質のシナプトタグミンである。スネアによるカルシウム依存的な融合の媒介は近年インビトロで再構成が行われている。C エリゴンスでは V スネアと T スネアの変異体は知死となり、このことはスネアが融合過程に必要不可欠であることと符合する。同様に症状場への変異体やノックアウトマウスにおいても スネアがシナプスのエキソサイトーシスに重要な役割を果たしていることが示されている。この過程はフルコラプスフュージョン機構におけるシナプス商法の再取り込み過程である。しかし他の研究からはこのタイプの融合とエンドサイトーシスが常に起こるわけではないことを示唆する有力な証拠が得られている。シナプス商法の再生はフルコラプスフュージョンとキスラン と呼ばれる二つの主要な作用機構によって担われていると考えられている。どちらの機構も細胞外空間へ神経伝達物質を放出するポアの形成によって開始される。神経伝達物質の放出の後、フルコラプスフュージョン機構ではポアは大きく拡張され、商法は完全に崩壊してシナプス膜と一体化するがキスラン機構では 迅速にポアが閉じて症法は膜からくびり切れる。フルコラプスフュージョン神経シナプスを一定期間強く刺激すると症法の数が枯渇するとともに細胞のキャパシタンスと表面積が増加することが示されている。このことはシナプス症法は神経伝達物質の放出の後細胞膜と融合してその一部となることを示唆している。ホイサーとリースは シナプス症法を HRP でタグ付けすることで、カエルの神経筋接合部の細胞膜の一部が細胞に取り込まれ、シナプス症法へと再変換されることを発見した。研究からは、シナプス症法の液素サイトーシス、回収、再形成のサイクルは1分以内に行われることを示唆している。フルコラプスフュージョン機構では、シナプス症法は細胞膜に融合し、組み込まれる。 新たな膜の形成は、タンパク質に媒介される過程であり、特定の条件下でしか起こらない。活動電位の後、CA2 がシナプス全膜に流入し、細胞質の特定のタンパク質に結合する。その中の一つがシナプトタグミンであり、シナプス症法と細胞膜との完全な融合を開始する。コアの完全な融合は、スネアタンパク質によって補助される。 このタンパク質ファミリーは ATP 依存的にシナプス症法にドッキングを媒介する。シナプス症法上のシナプトブレビン、細胞膜上のシンタキシンとスナップ -25 からなる T スネア複合体の助けのもとシナプス症法の細胞膜へのドッキング、プライミング、そして融合が行われる。フルコラプスフュージョン機構は ボツリヌストキシンとテタヌストキシンの標的であることが示されている。ボツリヌストキシンはプロテアーゼ活性を持っており、スナップ -25 を分解する。スナップ -25 は特にアセチルコリンを放出する症法の融合に必要である。ボツリヌストキシンはこうしたスネアタンパク質を切断することでシナプス症法がシナプス膜に融合して、 神経伝達物質を放出するのを防ぐ。テタヌストキシンも同様に作用するが、攻撃の標的はシナプス症法のシナプトブレビンである。これらの神経毒はフルコラプスフュージョン機構の完了を防ぎ、その結果筋肉の痙攣麻痺、そして死が引き起こされる可能性がある。キスランシナプス症法が再生される二つ目の機構は、キスラン として知られている。この場合、シナプス症法は、細胞膜に接触し、神経伝達物質を放出する、小さな穴を開け、その後、穴を閉じて、細胞内へ再生される。このキスラン機構については、盛んな議論がある。その作用は観察され記録されているものの、フル、コラップスフュージョンではなくこの機構が利用される理由については、現在も研究が続いている。 キスラン機構は希少な商法のリソースを節約するため、また高頻度のインプットに応答するために利用されていると推測されている。キスランが実際に起こることは実験的に示されている。カッツとデルカスティージョによって初めて観察され、キスランの場合には細胞のキャパシタンスが増加しないことからフル・コラップス・フュージョンとは異なる過程であることが後に観察された。 調節このように細胞は膜の再生のために少なくとも二つの機構を利用するようである。特定の条件下では細胞は一方の機構から他方の機構への切り替えを行うことができる。CA にレベルが低い時にはゆっくりとしたフルコラプスフュージョン機構が支配的であり、CA にレベルが高い時には早いキスラン機構が利用される。あれすらは 細胞外のカルシウムイオン濃度を上昇させることで、シナプス症法の再生に好まれる様式が、カルシウム濃度依存的にキスラン機構へシフトすることを示した。シナプスでの神経伝達物質の分泌の際に、シナプス活性に応じて、エキソサイトーシスとエンドサイトーシスの協約が最適な状態になるよう、エキソサイトーシスの様式が調節されていると提唱されている。 実験的証拠からは連続刺激の開始時点では、キスラン機構が支配的な様式であることが示唆されており、この状況下でのキスラン機構の高い症法、放出可能性を反映している。キスラン機構の発生率は、神経の迅速な発火と刺激によっても増加し、このタイプの放出の速度は、他の症法放出の様式よりも早いことが示唆される。 1950年代初頭の電子顕微鏡の出現により、神経終末に電子透過性の高い症法が多数含まれていることが発見された。シナプテックベシクルという用語は、1954年にデローベティスト・ベネットによって初めて導入された。これは、カエルの神経筋接合部での神経伝達物質の放出がシナプス後の微小終盤電位が誘導し、 それがシナプス前神経終末からの個別化された神経伝達物質のパッケージと呼ばれるの、放出によるものであることが発見されたすぐ後のことであった。そのため、神経伝達物質がこうした商法に内包されており、分泌機構によってシナプス感激へ内容物の放出が行われているという仮説は合理的なものであった。この仮説に欠けていたのは、 神経伝達物質であるアセチルコリンが実際にシナプス症法に内包されていることの実証であった。約10年後、細胞分割技術の脳組織への応用により、神経終末が初めて管理され、その後哺乳類の脳からシナプス症法が管理された。この業績は、イギリスのビクター・ P ウィッタカーの研究室と、アルゼンチンのエドアルド・デ・ローベティスの研究室によるものであった。 ウィッタカーの業績は、モルモットの脳の症法分割中に、アセチルコリンが存在することを実証したもので、1960年に、その概要が、1963年と1964年により、詳細が発表された。デローベティスのグループの論文は、ラットの脳のシナプス症法分割に、アセチルコリンが濃縮されていることを実証し、1963年に発表された。 どちらのグループも単理したシナプトソームから、浸透圧ショックによって、症法を放出させた。一つの症法に内包されるアセチルコリンは、当初、1000、2000分子と推計されていた。その後、シナプス症法には、他の神経伝達物質であるアミノ酸、カテコールアミン、セロトニン、ATP などが極在していることが同定された。後に、シナプス症法は、 植首神経節やタコの脳など他の組織からも管理された。シビレーへの発電機関からの構成制度のコリンサド性シナプス商法分割の管理は商法の生科学と機能研究のための重要なステップとなった。ありがとうございます。